兄弟たちよ、私たちはみんなわがままです。認めましょう。80歳であっても、19歳であっても、5歳であっても、あんまり変わらない。ある状態の前で私たちはわがまま。ある兄弟の態度に対して私たちはわがままの態度を表す。いつも文句を言うために準備されています。改心するために準備されていません。だけど、これもクリストに愛されるために問題はない。私たちは何回もいろんな改心への招きを背いた。耳を傾けなかった。心を閉じた。自分勝手にしようと思った。わがまま。子供っぽい。だけど、クリストはこのわがままであるあなたと私を愛しています。教会が改めて私たちの前で十字架に貼り付けられた。クリスト、つまり神の知恵である十字架を述べ伝えてくださいます。私たちのわがままはクリストの肉によって貼り付けられているということを見ることができます。このわがままの態度から解放されます。これはあなたに実現される神の技です。